でも激辛ジョニーズ今日も気をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、今宵は池袋にあるアフリカラクレナイラーメンさんにお邪魔しております。こちらですね、視聴者さんのリクエストにお答えして今回参りました。でね、結構さっき店内見たんですけど、めちゃくちゃなんかおしゃれな空間で、とてもラーメン屋とは思えないような、店内の内装になっております。なんとですね、裏目にね、28辛というものがあるんですけれども、世界一辛い唐辛子としてギネス登録されたブートジョロキアを使用した、完全な裏メニューがあるので、今回これに挑戦していきたいと思います。アフリカクレナイさんに行った方の、まあ、体験のお話を聞きたいかなと思います。こちらですね、まず1人目、池袋西口にある世界各地のさまざまなスパイスや山椒を使用したラーメン、これまた激辛好きには最高な一品、まさにラーメン界の異端児。ポイント、辛さを選ぶべし、かっこ辛さレベル1丁目から10丁目ぜひ実食を、はい、まあ、今回28丁目なんですけどね、はい。そして2人目、アフリカラクレナイに来てみた、辛さが選べて、これは4段階目、まあ辛さレベル4丁目ってことですね。苦手な人だと無理な辛さですか。まあでも今回28辛という感じですから、まあちょっとあんまり情報が出回ってない分、どれくらいの辛さになるか非常に楽しみです。はい、それでは早速いきましょう。はぁ、あ、いろいろこう種類がありますね。ゆずカラクレナイラーメン、カラクレナイラーメンと。で、今回ですね、こう裏メニューの28辛と選べるメニューはですね、このゆずからくれないラーメンとからくれないラーメンのみ28辛まで裏メニューで出せるそうです。で、それ以外はですね、このつけ麺、ゆずから錦つけ麺とゆずから担々麺に関しては、この辛さレベルの調節が効かないということなんですけど、はい、店内もね、すんごいちょっとね、なんかラーメン屋とも思えない感じの、ちょっと落ち着いた雰囲気ですね。はい、楽しみですね。これはなんちゅうインパクトだ、すごい。いただきます。さあ、ゆずからくれないラーメン28からお手並み拝見です。真上からこんにちは。ゆずの爽やかな香りがしますけども、果たしてこのスープを飲んだらどんな刺激があるんでしょう。爽やかな柚子をこう使っているだけあってね、こうフルーティーな口当たりなんですけども、その後にこのブートジョロキアの辛みがドッと押し寄せてきます。あとこれ非常にこの具材もなかなか凝ってますね。これ大根でしょうか。これね、大根みたいな、うん、あ、大根だ。これは優しいな、なんか。これは新しいな。これチャーシューですね。脂身の少ない部分ですから、このあっさりめのこのスープに非常に合います。これ緑色って、これシシトウですか。これ、あ、なるほど。あとこれ海苔ですかね。これ海苔ですか。これ青さですね。あ、青さ、はい、あ、なるほど。あります。美味しいです。これこれは美味しい。非常にヘルシーな。
間に入ると一気に押し寄せる。これはたまりませんな。非常に爽やか。なんかラーメンのスープもこれ全部飲み干してもあんま罪悪感を感じないほどのあっさりです、これはいけますね。さあ、残すところはこのスープのみ。体中が熱くなってまいりましたけども、美味しいですね。じゃあこの真っ赤に染まったこのスープを飲みまして、この激辛バトルに蹴りをつけたいと思います。それでいきましょう。これはいいね。これ女性とか好きそうな感じのラーメンなのに非常にこうさっぱりしてる。たまんねえな、おいと。たまんねえっすけどね。ありがとうございます。これうまいわ。ちなみに一番人気のメニューって何なんですかね。一番人気、そうですね、やっぱり水からくれないラーメンはお店でもおすすめしているんで、よくお召し上がりいただけます。いいね、こうさっぱりしたものを食べるとね、さっぱりした気持ちになると思って、うん、汗もかいて、お口の中はゆずでたっぷり。いいですね、ちょっとしたこのジムに通って汗を一汗流すような、そんな気持ちになります。ごちそうさまでした。それでは辛さレベルの発表していきましょう。アフリカラクレナイさんのゆずからくれないラーメン、辛さレベルじゃじゃじゃ、辛さレベル 5.5 です。はい、なんといっても特徴的なのはこのゆず。ゆずがね、このスープを飲み込んだ瞬間にもうお花畑のようにですね、爽やかな香りがふわっと口に広がりました。もちろんね、このジョロキアを使った辛みというものはあるんですけども、それ以上にですね、ゆずのインパクトの方が強くてですね、非常にこうあっさりした、ラーメンになりました。結構女性とかが結構好き好みそうな味付けかなと思います。うま辛な一品だったかなと思います。それ以外にもですね、別に辛くないメニューもあります。このね、ゆず白醤油ラーメンとか、普通の白醤油かけとか、はい、あとはですね、つけ麺もありますね。はい、ゆずを使ったつけ麺もあるし、辛いつけ麺ももちろんあります。はい、辛いの苦手な方でもこれぜひ、挑戦してみてはいかがでしょうか。非常に美味しかったこれは。はい、でね、この店内もすごい、何でも言いますからおしゃれな感じなんで、ね、トイレとかもトイレというぐらい本当に綺麗だったんで、ちょっと良かったです。というわけで、本日も最後にご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。激辛ブログも更新してますんで、ぜひ概要欄に、ね、リンクを貼っておきますんで、ぜひチェックの方よろしくお願いします。裏話とか言ってますんで、ね、気になった方はぜひ、チェックお願いします。ということで、またお会いしましょう。